いたらさ、それだらけだね。確かに。あれ、大久保さんさ、視聴者の皆さんに言うことあるの？生活再建の話。あ、それこそ。屋根のある部屋に。あ、人、友達ん家じゃなくって自分家ができたで。自分家が。ひげ。自分家ができました。できたっていうのは、まあ、なんていうの、友達ん家のあれ騒音でしょ、うん、自分家で、自分家だよ、自分家できた、自分家ができた、ね、人を気にせず寝れる当たり前の平和がそこにある。そう、うん、だからさ、当たり前のことをね、当たり前に気づけるようになったかもしれないよ、俺。生きてるって。ああ、なるほど。だってさ、俺もう今なんてさ、血液が流れてるのも感謝してるし、母に感謝。ああ、そうなるね。そうなるね。ちょっと安くに感謝。ちょっとラップスタートのやつさ、血液に感謝、血液に感謝、いいでしょ、かっこいい、うんうん、結局安子に感謝になるのか。でも当たり前のことを忘れるよね。でしょ、うん、なんか病気で入院したことあって、うん、でもう酒やめようって思ったりしてもさ、うん、結局飲んじゃうじゃん。まあね、忘れちゃう。まあね、全然話変わるけど、うん、大久保さんって、うん、月のみちゃんで使ってた曲で一番好きな曲って何かある？曲？うん、曲でしょ、うん、まあ、結構迷うな。どれもいいんだよね。いいね、うん、だってさ、ほら使いどころがによってさ、うんうん、印象全然変わるし、そうそう、印象変わるから、うん、いや俺これ決めらんないかもしんないよ俺。マジか、うん、何がいいって言われると、うん、東京、人々がせわしなく働き始める月曜日、そう、また今週も1週間が始まるのだ。ああ、なんかいいことないかな、月曜日。そんな大都会東京のオアシス、公園に真っ昼間から集う者たちがここにいる。そう、彼らは月曜から飲むんかい。おいおい、お前ら働きもしないで何やってんだ。おーい、
曲とか作んない？曲は作ってよ。じゃあ鼻歌作ればいいじゃん。鼻歌自分の鼻歌入れりゃいいじゃん。あー全然いいけど、うん、うん、つっていや、いいと思う。オリジナルの鼻歌。そうそうそう。あーだけどあれだね、うん、口笛とかさ、なんかラララとかあるけど、いい鼻歌っていいね、うん、なんかおじさんの鼻歌が淡々と流れててちょっとシュールだけどね、俺割と好きかも。うんうん、いいじゃん、いいね、うん、お風呂場とかで iPhone で撮って、それさ、あれしてよ、俺の鼻歌をさ、あのどっかでさワンフレーズ切ってずっとループして10時間とかにしてよ。それお安いご用。本当。